見れば川ばかり。昔、京の都の七条河原にあるお寺の墓地に、夜になると化け物が出るという噂が立ちました。関わりを持つと何をされるかわかりません。町の人たちは日が暮れると近くへ行かないようにしていました。お墓の向こうの町に用事があるときは、わざわざ遠回りをして出かけていきました。けれども若い者たちは夜になっても遊び足りません。あるとき何人かの者たちが集まって肝試しをすることにしました。くじ引きをして順番を決めると、墓地の一番奥まで一人で行って、そこへ杭を立ててくることにしたのです。一番先に行くことになったのは、威勢のいい鍛冶屋の息子です。鍛冶屋の息子は、自分の名前を書いた杭を肩に担ぐと、仲間たちに精一杯の笑みを振りまきながら、闇の中に、消えていきました。空には草刈り窯のような細い月が昇っていました。墓地の中は暗く、シーンと静まり返っています。何が飛び出してくるかわかりません。仲間に笑顔を振りまいていた鍛冶屋の息子も、今は真剣な顔。瞬き一つしません。怖さを押し殺し、心を落ち着かせて、一歩一歩足を踏みしめながら、墓地の奥まで行きました。すると、生暖かい風が頬を撫でて、ブランと大きな顔が垂れ下がってきました。背丈が八尺もある大坊主です。冬瓜のような形をした顔の真ん中に、夏みかんほどもある目玉が一つ、だいだい色に光っています。出たー！鍛冶屋の息子はびっくりしました。担いできた杭を放り投げると、一目散に逃げ出しました。待て待て、若造。大坊主は、泳ぐように追いかけてきました。重そうな顔をブランブランさせながら、手を伸ばして鍛冶屋の息子の襟首を捕まえようとしました。広げたその手のひらにも、だいだい色の目玉が一つ光っています。助けてくれ！助けてくれ！鍛冶屋の息子はガタガタ震えていました。足が地についていません。それでも懸命に走っていくつものお墓の間を通り抜け、石道路の角を曲がろうとしました。その時です。大坊主の手のひらについている大きな目玉が顔の前まで伸びてきて睨みつけました。キャー！鍛冶屋の息子は声を上げました。慌てて目玉を払い抜けると、やっとのことで向こうに見えるお寺へ逃げ込みました。そして和尚さんに助けを求めました。ところが和尚さんは本堂でお経を読んでいて気がつきません。まごまごしていると化け物に捕まってしまいます。鍛冶屋の息子は草履を脱ぎ捨てると、和尚さんの部屋に入って長持ちの中に隠れました。追いかけてきた大坊主はお寺の建物の中までは入ってきませんでした。和尚さんが化け物の大嫌いなお経を読んでいるので入りたくても入れないのです。大坊主はイライラしながら、俺は腹が減っておるんだ、俺は腹が減っておるんだ、とつぶやきながら大きな頭を振って建物の周りをぶらついていました。そのうちに
どこで見つけたのか、大坊主は犬の骨のようなものを何本も懐から取り出しました。そしてガツガツそれをかじっていましたが、やがて闇の中へ姿を消していきました。本堂でお経を読んでいた和尚さんも、やっとお勤めを終えて自分の部屋へ戻ってきました。はて妙じゃな。長持ちの蓋が半分開いておるぞ。誰か部屋へ入って開けた者がおるな。和尚さんが長持ちの蓋を開けると、中に隠れた鍛冶屋の息子は全部骨を抜かれて皮ばかりになっていたという話です。